失礼します。おはようございます。これは どういう素材ですか？これはですね、あの山根千佳さんというホリプロのタレントさんの書籍を作成されていくので、ちょっとボランティア様にちょっとよろしくお願いします。はい、はい、
くなる。はい、これも全部食べます。ポニーテール。あ、ポニーテールじゃないです。いないですよ。え、これポニーテールって言うんですか。自分わかんないんですけど、うん、今日はいいテープできたかな。はい、まあ、後半ですけど、うん、自分の相撲が取れたかなって感じです。うん、自分の相撲、はい、自分の相撲ってどういうんですか。自分は小柄なんで、うん、まあ、相手の懐に入るというか、うん、前みつを取る相撲で攻めていくっていう、うん、体がそんな大きくないんで、うん、まあ、大丈夫なもん。こんだけもうやってたらもう誰がどの野菜がどれもう切り方でみんなわかるんじゃないですか。どうなんですかね。わざとです。今のわざとじゃなくてちょっとお仕置きした。ちょっとあの久々だからテンション上がってきたんです。はい、大丈夫ですか。やけどしないですか。してないと思う。動き早いよね。一応2年やってるんで、うん、でも長ければ長いほど速くなるってわけじゃないじゃん。いや、わかんないです。速いですよ、みんな。そう、ソウガも？ソウガも速いです。ソウガ速くないでしょ。あの人はマイペースなんで。へへへ。これで2キロ。これで、あの、そう、袋を作る。じゃあ、これさ、はい、一回鍋煮立ったら上がった白菜。あ、しかも、ちょっと白菜。あ、だしですね、かつおだしです。和風でいきますって。和風ちゃんこ。なんか洋風と和風があるみたいで、洋風だと、あの、鶏だし、あの、白だし、鶏ガラスープの素を入れたりしてますけど、じゃあ次はカレー粉。まあ、もともと多分今日洋風じゃダメだったっすね。なんで？昆布が入ってたんで、だしで。絶対足りないです。入れすぎてます。ちょっと間違ったらこぼれです。うん、
の人数です。ちゃんと取るんだもんね。遠藤さん、もうそろそろ歩きます。はい、取りますよ。みんなお腹壊したらやばいじゃないですか。うん、2種類入れるっすか。うん、遠藤さん、この肉どうするの。自分の残りつつも少しずつします。すごい、ちゃんこが3人ですか。そうですね、基本3人。ここに来るまで料理したことありましたか。ないです。じゃあここで覚える。そうです。すごい。そうなんですか。何歳ですか。僕は19歳。19、はい、何歳ですか。16です。やば、16歳います。すごいんですけど。だって10個以上離れてますから。私が今28なので。あ、そうですか。はい。16歳ってことは、叩き上げ中卒。すごい、すごいですね。なんで双子山部屋に。先輩で、あの小滝山さんっていうんですけど、あの人と先が先輩で、高校行くか迷ってた時に誘っていただいて、それで一回見学に来て、はよ、しっかりしてますね、16歳。すごい、じゃがいもたくさん剥きながら。部屋の空気がいいですね。ありがとうございます。趣味は何ですか。音楽を聴いたりする。何の音楽聴くんですか。洋楽。洋楽、おしゃれ。誰とかありますか。そうですね、エド・シーランとかジャスティン・ビーバー。わあ、この間エド・シーラン2本来てましたね。そうですね、だいぶ、ね、どういう本になるんですか。そのお相撲 の、 この初心者の方が、ファンの方の初心者の方が見ても分かりやすいような内容だけど、その詳しい方が見ても新たな知識が得られるような本になってるかなって感じです。まだふわっとしてます。ここでいいものを収穫できたらなと思ってます。え、誰もいなくなった。どうするんですか。大半バラじゃないですか、リフジャガって、うん、ロースでやった時があって、うん、結構好きだったんですよ。うん、あ、分けてじゃねえよ、これあのお湯かけてくんね。はい、こんな感じ。肉じゃが大きいですか。あ、いいと思う、いいと思います。うんうん、鍋が今だいたい野菜ライスで、あと味付けで、はい、あと肉じゃがと、はい、入り付けやって、リピン料理と。わかりました。米を炊いてます。あ、はい、オッケー、ありがとう。はい、よし、お願いします。大相撲ジャーナルってあるじゃないですか。うん、あれ毎回買ってたんですか。あれに出てた。あ、そうそうそう、あの相撲女子で田村さん出てて、なんか大会の時に一回見かけたんですけど、うん、あ、でもそうかなと思って、うん、なんか違かったら失礼じゃないですか。なんで、まあ、見ただけですけど、うん、あ、この人山田さん、山田さんかな、うん、で、一緒にいた相撲部のこと、あ、絶対山田さんだよね、うん、多分そうだと思う、うん、中学校の頃とか、なんかそういう有名人、なんか、関取とか大会いたら来るんですけど、うん、めちゃめちゃ写真とかサイン欲しくて、うん、ずっと待ってたっすよ、うん、色紙持ってペン持って、うん、もう書いてもらったらこの辺に、これにサインしてもらう？これに、うん、もう洗えなくなっちゃう。笑わなくていいじゃん。さあ、めっちゃ泣いてる。また泣いてるね。
やばいっす。長ネギでも泣いちゃう？なんかそうっすね。なんか目が、うん、敏感なんかわかんないですけど。ネギではなんか雰囲気です。こういうメンツ鶏ガラみたいな、いつもね。いつもそうですね。どうしたの？何でもないっす。手伝いに来た？いや、お前で。お前です。皆さん頑張ってください。おっす。ちょっと待って、それ孫でしょ？ね、2個とします。いや、6本ぐらい。入れるまだね。そう。今してる。今してる。写真とか撮るときにニコッとしてるつもりなんですけど。今真顔でしょ。笑って。はい、あ、それ笑ったじゃん。いやいや、ちょ。あれおかしいな。ちょ、鏡見てきます。何？そうだね、美味しくなりそうだね。マジでうまいっす。ああやばい、ケンさん足りますか？もうちょい切った方がいいですか？もうちょい切った。オッケーっす。泣いてる。泣いてる。泣いてるっす。また泣いてる。マジ目痛いっす。弱いんだね、目が。なんすかね、めっちゃ目痛いっす。泣きながら切ったエビを。泣きながら切ったやつ。あ、切れます。こっち側です。はい。いたっすよ、いたっすよ。新日の、あ、大好きっすね。噂の新日の、新日見るのも好きで、僕のお酒に匂った、あの、あれなんですよ、はい、今匂った、はい、マカロン匂った。あ、今日はあれでも、今日はちょっと違う、あの、違うやつなんで。あ、そうなの。今日はマカロンじゃないです。今日お兄ちゃんが似たような匂いしてるけど大丈夫。あれ僕があげたっす。あと卵の入れ付けですね。卵の入れ付け、はい、何入れ付け。なんていうんですか、クランブルエッグ、あの中華屋とかにあるじゃないですか、キクラゲとあんかけみたいな卵の、あんかけっていうなんか油炒めみたいな、うん、そんな感じのやつです、うん。結構振っちゃっていいですか？レッグエクステンションとか何キロぐらいやるの？覚えてないです。7年ぐらい。そっか。アームカール、これですか？うん、僕はこれ30キロやるんです。両方で？片手じゃないですよ。あ、ダンベルの方ですか。ダンベル。ダンベルは20キロです。20？はい。おぉ、強いね。片手20強いね。そんなすか？ん？そ、強いっすか？強い強い。み、周りがみんな強すぎて、あんま分かんなかったです。大丈夫ですか？
今何ですか。疲れました。結構沼先生ね、大地疲れました。大沼先生、はぁ、よいしょ、ほい、かっこいい。行きましょうか。いい。この続きは見えますね。生活大丈夫。いいな。いいよ。火を通すか。あ、通します。はい。なんかえみんな黒で統一したの？いや今までなんかあんまこんなことないね。もっとカラフルな感じですよね、うん、YouTube 見てると、うん、シックな感じでいいですね。黒に変えていきましょう。いや大丈夫大丈夫。上北高校にロケに行った時に実はお会いしてるんですよ。そう多分覚えてないと思うんですけど8年前ぐらい。8年前、16歳。自分たち3年生の時じゃないですか。写真ありますよ、老化時。あ、本当だ、汗だくじゃん。そう、これ私。あ、はいはい、たくさん。本当だ、たける富士関。あ6年前ぐらいですかね。お久しぶりです。よろしくお願いします。でも綺麗です。このお部屋は。あ、そうですか。なんかおしゃれですね。じゃあ、あの親方とかあの皆さんが住んでるお部屋に上がっていく階段のところも、はいはいはい、なんかおしゃれな階段だし、こう大きい窓があったので吹き抜けになる感じで、おしゃれ、おしゃれ部屋です。みんな黒いだけで。おーす。
カレー鍋食べるときはさすがに話しかけられないな、ね、いつもこんな感じなのかなと思って、いつもは喋ったりしながら喋るけど、カレー鍋集中してるのなあ、こぼされてるさすがに見てるなあ、聞かなくても、しかもうどんが入ってるのは珍しいですね。うどんがちょっと好きだから、うん、びっくりしました、さっきうどんの量に。うどん慎重にいただきます。ほんと慎重にって、カレーうどんが一番おいしい、ね、やばいですよね、一番跳ねやすいやばい、やばい、全然求めてないからちゃんと気をつけて、ありがとうございます。フリ売ってないから、チャレンジだ、ね、やばい、ほんとにアウトだ。上北と名古屋の部屋どっちが厳しいですか？上北の方が厳しい。ちゃんこは何種類ぐらいあるんですか？7はできる、それによって、あとね、食材によって変わったり、どの辺だったら一緒ですけど、7あったら1週間も全部違う味で、うん、ですもんね、飽きない、すごいですね。一番好きなちゃんこは何ちゃんこですか？親方は。うん、湯豆腐かな。湯豆腐ってもう力士の湯豆腐って独特で、多分ど知らないかな、こう。君。そうそうそう。あれが一番好きなんですよ。あれ美味しいですよね。うん、でも作り方をあのどのお部屋をなんか秘伝みたいな感じで、あんまりこう言わない。全然。大体似てるから一緒だから。全然オープンだよ。あ、そうなんですね。うん、日本に来られたのはいつですか？15歳の時です。15歳、すごい。日本食はすぐ慣れましたか？最初はちょっと苦手だったんですけど、まあ、どんどんちょっと好きになりました。カレーうどんというのと、本当こっちも緊張するからあんまり話せない。話してください。いや、部屋の雰囲気今日来てめっちゃいいなって思いました。年近いので、これは終わりですよ、これないから。自分のこと大、まあ、自分でやらせるようにしてる。大丈夫でした。こぼさず食べれました。直近ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。しめちゃくちゃ跳ねるっす。そんなのは。たくさん食べた。好きにしよう。2杯目。2杯目です。いや、これ一気に結構ほんと。これにあんまり食べる。マジでグズでも持ったはい持ちたタイミングで手で取った。
うんしょ。麺完食っす。器用な方、くだらないっていっぱいいるし。いや、でもあのお話、最後に事前に送ったり。そうそう、よろしくお願いします。親方は部屋を越されて何年くらいになりますか？はい、何年くらい？早速。成長してくれる、うん、と感じたと成長したなって感じた時が一番、まあ、楽しいとか嬉しいですかね、はい、それこそ今なんだろう、今までごひいき力士って言葉がありましたけど、もう最新だと推し力士なんて言い方もするんですけど、推し力士の見つけ方とかっていうのはどうですか？あ、だけど推し力士もね本当にいいんでしょうけど、まあ、全員にこう土俵にっていうのもね、うん、拍手してほしいなってのが一番ですね。確かに皆さん全員に拍手をした上で、もう一押しっていうのが欲しいですね。お願いしたい。なんか下からこう成長を見守るという、うん、そうです、それが一番いいのかなと。もちろん急に出てきてこの人かっこいいって強いね、でもいいんですけど、まあそれの方が一層喜びがね、あるのかなと。親近感と思いますね。そうですね、まあ、あと今後この二子山部屋というのは、どういうお部屋を目指していくというか。うちの部屋は、まあ、あの高校とかね、はい、中学の時に飛び抜けた成績あるのかって本当に廊下ぐらいなんで、はい、まあ、その他の子は本当、まあ、まあね、まあ、それなりの成績はね、だけどそこまであの周りにこう、ね、覚えてもらえるような、ね、成績ってのはないんで、はい、本当に幕下が、ね、増えてきて、ね、はい、本当に今年の新年の目標で、うん、取り組みに言いましたけど、本当今年からずっともう、ね、5年ぐらい勝負だなと思ってますから、はい、土台が予約できたなと思ってますので、皆さん若いですもんね、はい、まあ、本当に、ね、上がれる力士も、ね、本当にいっぱいいるので、はいはい、一人でも、ね、多く上げて、うん、さらに、あの、なんとかな、さらに有望なね、力士もどんどん入れて、うん、途切れないようにね、はい、あの常にね、はい、うん、いい状態でいけるようにと思ってますね、はい、うん、あ、これうまいっすね、うん、うまい、柔らかいっすよ、おいしいっす、うまっ、おいしい、トレビアン、おいしいです、美味しい、嬉しい、ビタミン C ですね。消防庁舎。